XC60 の T5 試乗会に来ています。まずはエクステリアから説明したいと思います。はい、どーん、ここ見てください。これ LED のライトになってます。夜電気がつくとここが V っとなっていて、こう V の形が強調されるということです。まあ、ずっと引いてみてみるとこんな感じ。じゃあお願いします。これはどうやらクロスオーバーの車ということです。最近よく聞きますよね。まずこう横から見てもらうと、ここから上はクーペ、ここから下が SUV、ま、それが2つガッチャンコになったこう流麗な形のこう新しい車ということです。まあ、最近よくありますけど、でちょっと後ろに行ってみましょう。後ろから見ると、まあ、こんな感じで、ここ見てください。ここにも LED ということですか、ランプがついています。昼間なんで分かりづらいと思うんですが、夜になってここをずっと引いてみてみると、こう綺麗なこのシェイプが、こういうシェイプが出るということで、すぐにあ、ボルボの車だっていうのが分かるんですよね。そしてせっかく後ろに来たので、もう一つここリアゲート開けてみましょう。パワーテールゲートです。楽ちん、十分で開いてくれます。そしてここ見えますか、これだけ広いので、こんなに広いので、なんと5人乗ってもゴルフバッグが4つも入るそうです。意外とね、こう広く見えていて、ゴルフバッグがちゃんと4つ乗る車って少ないので、これは重宝するんじゃないかなと思います。で、まあ女性なので、まあ、こういうパターンっていう仕草は疲れますよね。ここ押しましょう。あ、楽ちん、勝手に閉まってくれました。まずはここまで。